同番組は2006年にスタート。新キャッチフレーズは届ける。今を深く同番組初の試みとして高い専門性を持つ二人のキャスターを新たに起用。多角的な視点から日本、世界で起きている今を国内外の記者と共に現場で徹底取材する。正面からより丁寧にひたむきに顔の見える信頼のニュースを視聴者に届ける。60分となる。 岩田氏は番組初の記者キャスター二人体制になることについて、社会様々な問題や複雑化した意見の分かれる問題が増えている中で、それぞれの専門性を生かしてより多角的にお伝えしていきたいという思いがありました。解説も深めていきたいですし、記者キャスターが二人になることによって現場の取材実感を大切にしていきたいという狙いがありますと説明を加えた。 広内記者は、キャスターは記者をやる中で一つの集大成だと考えていましたと憧れもあったそう。キャスターにと言われて自分が担当するなんてという思いと思っていたからこそのプレッシャーを感じていますと心境を告白した。佐藤記者は直前に聞き、晴天の霹靂はこういう時に使うのかと思いました。電話で聞き直してしまうほどびっくりしましたと振り返り。 自分の言葉で伝えたい思いを持って記者になりましたので、キャスターになっても自分の言葉で伝えられるキャスターになりたいと思っていますと意気込んだ。星アナは取材してきたからこそ話せるお話は専門の記者二人がいますのでとキャスター二人に信頼を寄せ、アナウンサーとしてできる視聴者の皆さんに一番近いと考えております。わかりやすい放送を目指していきたいと思いますと力を込めた。広内キャスターは、 これまで横浜、報道局、ワシントン支局、福岡に勤務し、現在は政治部副部長デスク、佐藤キャスターは福島、報道局、アメリカ総局に勤務し、現在は主にアメリカやカナダの事件、事故、災害など、トランプ前大統領の裁判からジェンダー問題まで幅広く担当している。星アナは、これまで岡山、札幌に勤務、現在は日曜討論の司会を務めている。